ウズベク藩は、ジョチウルスの、第10代藩。ウズベクとも書かれる、修士によると、モンケテ,テムル藩の柔男では死であったと思われる、トグリルチャが父である。ジョチ家の王族としては、ベルケ以来最もイスラームに帰したことで知られている、人物で、同時代のアラビア語資料などでは、スルターン・ムハンマドウ・ウズベク藩などと称されている。バトの自と特間を曽祖父。 第六代藩のモンケテムルを祖父に持つ。父トグリルチャは長兄であるアルグイと共にトレブカ、ゴンチェク兄弟によるクーデター事件に加担して、とデモンケ藩を廃位させた、中心人物である。ジョチウルスは一時期トレブカ、トグリルチャ、アルグイ、ゴンチェクの4者による共同統治が行われた。終始、ジョチ藩を治むには、藩に即位したトレブカは、 野外の計略によって、特多に殺害されたことが記録されており、この時、トレブカは、聖母の助言に従って、弟のゴンチェックと野外の爆影へ訪れていた。マムルーク町の歴史家ヌワイリーによれば、この時にトグリルチャも、トレブカに同行しており、野外の命により、トレブカや他の兄弟たちと共に逮捕された。ヌワイリーの情報によれば、野外の命により、 トレブカや他の兄弟たちと共に捕獲されていたようだが、その後の消息がつかめないのでトレブカとアルグイラタの兄弟たちと共に処刑されたと思われる。しかしながら、ティムール朝の歴史家、ナタンズイーは彼を右翼、青朝の初代当主であるとしているため、あるいは除名されたのかもしれないが、詳細は不明である。先代の藩でおじに当たる特訓が存命中は、ジョチウルスの軍を任されていた。 1312年に、ウズベクの王子、トクタが帽子したとき、トクタの二人の息子は、父から追放されていた。首都サライを預かる将軍クトゥルグティムールはクリル隊を開催し、トクタの息子が藩に即位するべきだと主張し、イスラム教の信仰を否定する者を殺害する、ウズベクの排除を主張した。ウズベクは、藩の地位を要求するために、クリル隊に出席するが、主演では、 ウズベクの暗殺が計画されていた。宴席に参加していた、ウズベクのいとこ、クトゥルグティムールが危険を知らせ、合図を受け取ったウズベクは直ちに宴席から脱した。ウズベクは軍勢を集めて敵対する将軍、仏教とシャーマン、100名以上の王族を殺害し、この中には、特多の二人の王子も含まれていた。ホラズムを統治する、いとこ。 クトゥルグティムールとトグリルチャーの性質バヤルンの指示により反対派を打倒したウズベクは翌1313 13年に藩に即位した。即位後、ウズベクは即位に功績があったクトゥルグティムールを軍の最高司令官に昇進させた。また、バトゥとオルダ以外の女子の息子たちの子孫を呼び、彼らの内ンの子孫を除いた者たちをキアト族の遺裾隊に与えた。1314年、 エジプトのマムルーク町に書簡と贈り物を携えた施設を派遣した。ウズベク藩の裁きを受けるとベリのミハイル1315年、かつてイルハン町に降伏したジョチ家の王族バーバがホラズムに侵入する事件が起きる。迎撃に出たクトゥルグティムールは敗れ、ホラズムは略奪と破壊にさらされた。バーバの侵入に激怒したウズベクは、 イルハン朝の宮廷に入港を求断する施設を派遣し、イルハン朝のハン・オルジェイトがバーバとその息子を処刑したことで問題は決着した。1318年にカフカースのデルベントを越えてイルハン朝に侵入、若年のアブーサイードハンと退陣するが、将軍、チョバンが2万の軍を率いて進軍している報告を受けると撤退した。 1314年以降マムルーク朝との施設の交換は続けられ、1316年にマムルーク朝のスルタン・ナーシルム・ハンマドから、チンギスカンの一族の王女を妃にもらい受けたいという提案が出される。結婚の条件をめぐって両国は紛糾し、一度は縁談が立ち消えになるが、ウズベクの申し出により、ベルケハンの娘とナーシルム・ハンマドの縁談が成立した。 1320年4月に、ベルケの娘は、アレクサンドリアに到着、マムルーク・アサガワは、豪華な利休を立てて、彼女を艦隊した。1334年8月に再び、イルハン朝に申請するが、翌1335年に新たに、イルハン朝の藩に衰退されたあるパケウンに攻撃を、阻まれて撤退した。ヒジュラ歴742年に、長子のティーニーベクを、 チャガ大半国に派兵するが、同年のシャウアール好きに、サライで没した。内政面においては、積極的に、ジェノバ共和国やベネツィア共和国からの対象が、来訪してくることを奨励し、彼らと通商関係を結ぶことで財政を大いに、潤わせた。また、首都のサライに、壮大なヨーロッパ式の建築物、イスラムの宗教施設を多く創建した。 国民に対してもイスラム教をはじめとする宗教の保護を認め、ジョチジウルスの全盛期を築き上げた。ウズベクの即位後、全粒子の諸公と主教は彼のもとに赴いて、諸情を受け取り、支配の再確認を受けた。特大藩の時代から起きていたモスクワ大公国と飛べり、大公国の構想では、ウズベクは義兄弟のユーリー三世が統治するモスクワを支持した。 1315年にトベリの支配に反発したノブゴロードが反乱を起こすとウズベクはトベリ公、ミハイルやロスラビチに軍勢を貸し与えて鎮圧を命じ、翌1316年にミハイルがモンゴルの力を借りずに再発したノブゴロードの反乱を鎮圧しようとするトベリをより危険視するようになる。政略の一環としてユーリーのもとにウズベクの妹クンチェクが突ぎ、 ユーリーはモンゴル軍を伴ってトベリを攻撃するが、1317年12月22日のボルテネボの戦いで、モスクワ軍はトベリ軍に敗北する。この戦いでクンチェクはトベリに捕らえられるが、戦後すぐにクンチェクはトベリで病死し、彼女はミハイルに毒殺されたという噂が流れた。さらに召喚されたミハイルは、 裁判にかけられて1318年11月22日に暗殺され、ミハイルの死は多くのルーシの人間に痛まれた。1324年にミハイルの維持ドミトリーが独断でユーリーを暗殺し、翌1325年にウズベクはドミトリーの行為に対して死罪の判決を下した。二人の死後、ユーリーの弟イヴァン一世がモスクワ大行為を ドミトリーの弟アレクサンドルがトベリ大抗位を継いだ。1327年、トベリで民衆の反乱が発生し、同地に派遣されていたバスカクのチョルハーンとモンゴル兵が殺害される。トベリと周辺の地域は5万町のモンゴル兵の攻撃によって壊滅し、アレクサンドルはプスコフへと逃亡した。1328年にウズベクはイバンをウラジーミル大抗位につけ、 帰国したアレクサンドルを一度は許すが1339年にアレクサンドルと彼のこのヒョードルを処刑する。また、ウズベクは拡張しつつあるリトアニア大公国に対してもロシアと同様に武力による圧力をかけた。1340年にイヴァンの後を継いでモスクワ大公となったセミョウオンにウズベクは好意を示しリトアニアに対抗する兵力を供給した。 女子うウルス内のムスリムの数は少なく、ウズベクは、領内の非ムスリムに武力による回収と服従を迫った。1314年にマムルーク長のもとに派遣された施設は、ウズベクがイスラームへの回収のために戦い、反抗する者に弾圧を加えたと述べた。しかし、一方では、キリスト教徒に対して、寛大な態度を示し、教皇ヨハネス22世から感謝状が送られた。 彼の知性から王族や諸侯をはじめ、ジョチウルス領内全域でも遊牧諸勢力のムスリム化が顕著になる。ウズベク以降のジョチウルスの君主は皆イスラム教を信仰していた。ティムール朝やムガル朝などのペルシア語、アラビア語史料において、シャイバーニー朝の君主はじめ、ジョチウルス系の諸勢力は、ウズベキアンという名で呼ばれている。これは14から15世紀にかけて、 ムスリム化が促進したジョチウルス内部の諸勢力が、自らのアイデンティティを、ジョチ家の系統かつムスリムであることを評判し、その権威をムスリムであるジョチウルスの総主ウズベクハンに、ちなんで呼んだ、多少ないし自称であろうと、現在の研究では有力視されている。1334年5月に旅行家、イブン・バトゥータが、ウズベクハンのオルドを訪れており、彼の宮廷内部や、 アミールたちの動向について詳細な報告を旅行記に残している。ジャーニーベクの元に滞在したバックータは旅行記の中でウズベクの王子と日の様子を述べ、翌6月にウズベクの第三日バヤルンのコンスタンティノープルへの帰郷に随行した。ありがとうございます。